こんにちは、むっちゃんです。この動画を撮影しているのが5月の下旬なんですけれども、最近一気に暑くなってきましたよね。そんな今日は涼しい映像とともに、ガッちゃんがエアコンの試運転についてご紹介します。こんにちは、ガッちゃんです。今回は2月の東北での雪道走行を見ながら涼しくなっていただければと思います。今日はエアコンについてお話ししたいと思います。僕たちのオルビスユールのゆうちゃん、こちらには家庭用エアコンがついています。キャンピングカーのエアコンはほとんどが家庭用エアコンなのではないでしょうか。なので普段ご家庭で使用しているエアコン、そしてキャンピングカーでのエアコンについて、ちょっとためになる情報をお伝えしたいと思います。エアコンは皆さんがご存知の通り、熱中症対策に欠かせないアイテムですよね。そのエアコン、冷房でのちょっとしたことをお伝えしたいと思います。まずは試運転、こちらは5月にやってみましょう。試運転とは、温度設定を最低温度にして10分ほど動かすことです。その時にちょっとチェックしていただきたいのがこれです。冷たい風が出ているか、エラー表示などのランプが点灯していないか、室内機からの水漏れはあるか、なんか匂いや音とか変なことがないか、ここで異常があればメーカー修理で対応してもらいましょう。5月ならピークの8月よりかは対応してくれると思います。それと、8月しか冷房はつけないよというそのあなた、ここ最近の暑さは異常な暑さです。無理せずエアコンを使いましょう。しかも5月の暑さは体が慣れていないこともあって、体が思いのほか参ってしまうことが多いそうです。試運転を兼ねてエアコンを使ってみましょう。今までは室内機のことをお伝えしましたが、室外機を見てみましょう。室外機はエアコンの心臓部です。空気が排出されるファンの前に物を置くのはやめましょう。それと、排水ホースに落ち葉や泥が詰まっていないか、これはチェックが必要です。それと、ホースの出口に、これが下を向いて正しく水が出るような形になっているか確認してください。これだけの簡単なことなので、やっておくと、いざピークの8月に壊れてしまうというのを未然に防げるのではないでしょうか。結構簡単な内容なので、ぜひ試してみてください。そして暑い夏を乗り切りましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。